こんにちは、高校野球 .com の川島です。今回はですね、夏の甲子園で活躍をしたヒーローに会いに行くという企画でですね、2001年の夏の甲子園で活躍したヒーローに会いに行きたいと思います。今回お会いしたのは日大三高の4番打者を務めた原島正光さんです。2001年夏の甲子園では3試合連続で本塁打を放ち、全国制覇に大きく貢献。打率4割2分7厘と当時の歴代最高打率を残した日大さんの4番打者として大きな印象を与えました。今回はそんな原島さんにインタビューを行い、当時を振り返っていただきました。地獄でしたね。そうですね。地獄でしたね。地獄でしたね。5時、朝5時に起きて、走って、2時間くらい走りっぱなしだったんで、辛かったですね。あれほど1日っていうか、1日が長い、日数が減っていかないっていうのは多分ないです。過去経験はないですね。厳しい練習を乗り越え甲子園出場を果たした日大さん。原島さんは3試合連続本塁打を放ち、チームの優勝に大きく貢献しました。その後、原島さんは日大さんの同期4人が高卒でプロに進む中、名門明治大学へ進みます。あの甲子園始まる前に大学からも話はあったりもしたり、はい、自分自身で甲子園で活躍できると思ってなかったですし、はい、他の4人よりも自分はやっぱ能力は低いと思ってたんで、はい、今行っても難しいと思ったんで、はい、大学進学を選びました。しかし大学4年間では大きな結果を残すことができず、プロ野球を志望するも指名漏れ。日立製作所で野球を続けましたが、2009年に現役引退を決断します。まだやりたいっていう部分は多少ないともありましたけど、はい、どちらかというとすっきりした感じの方が多かったですかね。こうして現役生活に別れを告げた原島さん、現在は仕事をしながら長男が所属する軟式少年野球チームオール東海ジュニアでコーチを務めます。やっぱり野球を楽しそうにやるなっていうところですか、はい、やっぱ本当に楽しそうにやってるので、はい、まあ、そこをなくさないように、もっともっと野球の楽しさ、野球が上手くなりたいっていう気持ちを持ったまま、どんどん大きくなっていってもらいたいなって思いながら、携わらせてもらってます。まあ、野球の技術はもちろんのことなんですけど、ね、まずは野球を楽しく、するっていうところを、壊さないように、はい、そこだけは守って、しっかりと教えていきたいなと思います。最後に高校野球の3年間とはどんなものだったのか原島さんに伺いました。やっぱ野球人生において一番の一番濃い3年間だったなと思いますね。あ、やっぱそれがスタートというか、まあ、それがやっぱり基本的に今の自分の基盤にはなってると思うので、非常に重要な3年間だったなっていうと、日大三高良かったなっていうのは常々思ってます。甲子園のヒーローだった原島さんに会いに行くと、少年たちの育成という立場になり、今でも輝き続けていました。厳しい練習を乗り越え、甲子園出場を果たした日大三高。原島さんは3試合連続本塁打を放ち、チームの全国制覇に貢献。原島さんは当時を次のように振り返ります。
3打席ぐらいかな、はい、広い内容だったんで、でかなって感じでしたけど、はい、ワンナウト1、2塁になったんですよ、はい、でワンナウト1、2塁になってカウントが 1-3 になったんですけど、その時ベンチにいた時に監督がすごい怒ってたんでやばいなと思って行かなきゃなと思ったのが多分吹っ切れてホームラン打てたのかなと思います。あ10安打以上は知ってたんで、はい、結構打ちましたね。どんな投手でも打ったとは思いますね、はい、あの偏りじゃなくてやっぱり打線全体として打ち崩せたのかなと思いますね。あもう、まあ、自分自身もそうですけど、あの選手も、自分たちが持っている力を出し切れた大会だったんじゃないかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画以外で上げることができなかった原島さんの野球人生を描いたインタビューは後日公開予定です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。